稲妻が走ってすごいなんかこう、まあ、今握れないんですけど、まあ、まず本日の試合を振り返っていかがでしたでしょうか。お疲れ様です。まあ、無事に2戦目で、勝つことができて、まあ、多少はほっとしてるんですけど、まあ、やっぱこう課題というか、まあ、次に進むステップが見えたので、自分的にはまだまだこれから成長できるなっていうのがあるんで、まあ、成長した姿を見せることができたんで、まあ、多少は良かったかなと思うんですけど、まあ、これに満足せず、どん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 経験積んでもっと強くなっていきたいなと思います。ありがとうございます。リング上でもコメントされてましたが、まあ、倒しきれなかった、はい、2度ダウン奪いながら、そのあたりの自己分析、どういう原因だと。はい、そうですね、なんかこう、まあ、前回と比べて、まあ、どっしり構えたり自分のこう思った動きはできるようにはなってきたんですけど、やっぱこうどうしてもこう、まあ、1ラウンドにダウンカウンターで取ったじゃないですか、まあ、やっぱそこから相手が何もしてこないときにやっぱこう迷っちゃうというか、どうやって攻めようみたいな、やっぱ僕のスタイル的にはこうなんか打って打って出してきたのを合わせてっていうスタイルの今回はまあ結構練習してたんで、まあ、そういうスタイルだけになってしまったのが今回の、まあ、KO できなかった原因なのかなっていうのを、まあ、終わってすぐにその感じましたし、まあ、試合中にも分かりましたし、なんかだからセコンド戻ってこうどうやって攻めればいいですかねって聞いたりとかっていうのがあったんで、まあ、次の課題というか次に向けての目標が前回とは違う目標が見えたので、ちょっとそれに向けてまだまだ強くなっていくかいけないとなっていうふうに思いましたね。はい、6ラウンド目だったと思うんですけど、ボディ左のボディかなり効かせられてて、はい、下がってて、はい、まあそこがチャンスだったのかなと見てたんだけど、自分自身は効かせるとこからのもう一つ爪っていうのはもうちょっと難しかった。そうなんですよね、4ぐらいにもう、パンチ打ったら左手がなんかめちゃくちゃこう稲妻が走ってすごいなんかこうどうしようみたいな感じにずっとなってましたね。はい、だからちょっと痛くなっちゃったですね。腫れててなんかあんま今握れないんですけど、まあ、そういうのもありつつ迷いがあったっていうのはまあありますよね。はい、まあ、そういうのも含めて試合だと思うので、もっと、ね、左が打てないんだったらもっと右打っていろんなパターンを、はい、組み立てるのは次しっかりとできるように、まあ、前向きな次の課題ですかね。はい、ありがとうございました。